戦争マンで姫の演じさせていただいておりました声優の伊勢マリアです。はい、えー、今回あのー、コラボさせていただけるということで、アニメ本編で演じていた時の姫のとはまたちょっと違った別の一面を今回のコラボであの私自身も発見できましたし、皆さんに見ていただけるんじゃないかなって。 思いました私にとってもすごくこの「チェンソーマン」っていう作品あと「姫野」っていうキャラクターはあの特別あの思い入れのある作品なのでキャラクターなのでまたこういうコラボとかであのアニメ本編が「アフレコ」が終わった後でも演じさせていただけるということはすごく嬉しいことでまたあの皆さんにあの姫野をあの見ていただけるということが素直に嬉しいですね。 え今回勝利の女神ニケさんとえチェンソーマンがコラボさせていただきました。えどういう風うにあのゲームの中であのキャラクターたちがあの物語をストーリーを紡いでいくのか展開されていくのか私自身もすごく楽しみなのでえ一緒にプレイして楽しみたいなと思っております。ぜひ皆さんたくさん楽しんでください。ありがとうございました。